今回からは人口9万人台の都市の比較対決の動画をお送りしていきます。様々な都市データをランダムに対戦させる論より証拠の10連戦で勝ち抜き都市を決めていきます。1回戦グループ A、 薩摩仙台市 VS 東松山市 VS 日進市 VS 射水市 VS 三原市、上位2都市が準決勝進出、3位都市敗者復活戦もあります。1試合目、製造業荒付加価値額と建築工事費を取った射水市の勝利、地方勢の日進市が2位でした。2試合目、製造品種価格と卸売業従業員数の射水市の競り勝ち、小売業従業員数の東松山市が2位。3試合目、実質交際比率と出生数の日進市の競り勝ち、小売店数の薩摩仙台市が2位。第3試合終了時点の順、射水市が好調な序盤戦、日進市が追う展開です。4試合目、中間人口密度、加重地中間人口密度の日進市の勝利、歯科診療所数の東松山市が2位。5試合目、製造業荒付加価値額、商業販売額の射水市の僅差勝ち、1万人当たりの歯科医師数の日進市が2位。第5試合終了時点、射水市が日進市の2強です。6試合目、学術研究業と農業産出額の三原市の僅差勝ち、人口増加率の日進市が2位。第6試合終了時点、日進市が首位浮上。7試合目、出生数、歯科医師数の日進市の競り勝ち、中間人口比の東松山市が2位。第7試合終了時点、東松山市が2位に迫る。8試合目、建物火災の少なさ、燃焼人口の日進市の勝利、商業販売額の射水市が2位。第8試合終了時点、射水市が2位固め。9試合目、製造業従業者数と製造品出荷額の射水市の勝利、財政力指数の日進市が2位。第9試合終了時点、次は最終戦です。最終戦、燃焼人口比と加重地人口密度の日進市の1点差勝ち、日進市の薩摩仙台市が2位。全10試合の最終結果が出ました。日進市勝ち点74、射水市勝ち点50、東松山市勝ち点34、薩摩仙台市勝ち点21、三原市勝ち点21。日進市が5回1位、4回2位の強さで優勝、射水市は4回1位で2位となり、この上位2都市が準決勝進出です。3位の敗者復活戦枠には東松山市が入り、薩摩仙台市と三原市は4位5位で敗退となります。最後に登場都市のデータを一気に全紹介しつつ、この動画を終えたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひとも高評価とチャンネル登録をお願いします。また動画の感想、コメントやリクエストもお待ちしております。続く1回戦のグループ B 以降や次決勝前の長い戦いの行方もお楽しみください。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。